スルツバーガー湾の位置エドワード7世半島周辺の地図。スルツバーガー湾は南極大陸西部のマリーバードランド北西部にある湾エドワード7世半島の東岸にあり、棚氷が湾を覆っている。スルツバーガー湾はフィッシャー島とボルマー島の間に位置し、エドワード7世半島の沿岸の湾である。1929年12月5日。 リチャード・バードの南極探検により発見され、バード自身により、ニューヨーク・タイムズの経営者アーサー・エイチ・スルツバーガーの名前を取って名付けられた。スルツバーガーは1928年から1930年、そして1933年から1935年の間に、バードの探検を支援していた。スルツバーガー棚氷とは、スルツバーガー1にその全面が湾入している。 棚氷である。長さ約 137km、幅約 80km に及び、エドワード7世半島とゲスト半島の間にある、マリーバードランド沿岸に面している。この棚氷は1928年から1930年の間に行われたバードの南極探検により発見、観測され、外力的な地図も作成されている。スルツバーガー海底盆地とは、 スルツバーガー1と関連し、名付けられたロス棚氷の中央にある海底盆地である。この棚氷からは2011年の東北地方、太平洋沖地震発生後、同年3月12日頃から数日間かけて氷山が分離した。新欧から約13,600キラマターズ離れた棚氷に津波が衝突したことと、この氷山分離が発生したことには、 関連があると研究者は考えている。主要な氷山はマンハッタン島ほどの大きさがあった。棚氷から分離した氷山すべてを合わせると約125平方キロメートルになる。棚氷の一部は1946年以来動きを見せていなかった。この津波は高か,か30センチメートル程度のものだったが数十時間連続して押し寄せ棚氷に圧力をかけたため、 氷山が発生したと考えられている。棚氷の崩落や南極の氷山発生は、ラーセン棚氷やウィルキンス棚氷のように温暖化が原因の一つであると従来考えられてきたが、地震による崩落も以前から伝えられてきた。今回の発表を行った研究者の一人、ノースウェスタン大学のエミール・オカールが、サイエンスデイリーに語ったところによると、 1868年9月には、太平洋側最南端に時期外れの巨大な氷山が発生していたとの地理政府高官の報告が存在する。後にこの氷山発生は、その1ヶ月前に起きたアリカ自身の津波が原因で、あると考えられてきた。と、津波と氷山発生の因果関係が以前から考察されてきた経緯を述べている。ありがとうございます。